自粛生活、皆さんどうですか。あ、お家にずっといるともやもやしちゃいますよね。どこにも寄らないでマスクをしてランニングをするのは、まあ、いいんじゃないかなと思います。手洗いうがいをしっかりとみんなしましょうね。今日はここまで何キロ走ったかな。結構走ってます。いいからだいぶ遠いところまで来ました。だけどどこにもやらず帰るっていうのが今のこの自粛生活のポイントではないでしょうかね。あー気持ちいい。せっかくの本当に気持ちいい。心拍を上げすぎると一気に疲れちゃう。そこそこ程よいところで、ペースを保つっていうのが長く走るコツです。アプローチとかあとは心拍計をつけて走るととてもいいと思いますよ。ということで今日はこの辺でもうちょっとしっかり走って帰りたいと思います。では。